タイラー・ライアン・ラムス・デンは、アメリカ合衆国バージニア州ロアノーク出身の、元プロ野球選手。左投げ右打ち。台湾球界での登録名は、タイロク。2001年の MLB ドラフト5巡目で、フロリダ・マーリンズから指名を受けるも契約せず、クレムゾン大学に進学。2004年の MLB ドラフト1巡目で、シカゴ・ホワイトソックスに指名されて契約。 2006年シーズン途中にカンザスシキロイヤルズに移籍。2009年にヒューストンアストロズに移籍。2010年シーズン途中にサンディエゴパドレスに移籍。それぞれのマイナーチームでプレーした。メジャー経験はなし。2011年は中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツでプレー。同年10月、東京ヤクルトスワローズの入団テストを受けたが、不合格。 この時、ラムスデンの足のサイズが30センチメートルもあると話題になった。2012年は韓国プロ野球フューチャーズリーグのカヤワンダーズに所属。2013年は CPBL の統一セブンイレブンライオンズに所属したが成績を残せず5月末に解雇された。同年限りで現役引退。ありがとうございます。